言えば言うほどです。はい。沖縄も本当に難しい問題ですよね。はい、いろんな意見がありますので、うん、先の集中か分散かというようなことやら、はい、ね。いろんなことがあるようですが、これはまた皆さんどんなふうにお考えになりますでしょうか。小高玄太69キロさんですが、福井地裁は13日車同士が衝突、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、すなわち、センターラインをはみ出して、事故が起きた。もらっちゃった方ですね。直進してきたの普通通り走ってた。対向車にも責任があるとして、対向車側が遺族に対し損害賠償を命ずる判決を出しました。同様の事故で、いわゆるもらい事故を受けた側の責任を認めたのは、全国で初めてだそうです。はい、いくら法治国家といえども、この判決には首をかしげたくなります。事故の原因は死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤って、センターラインを越えて、対向車に衝突したと。行方にもこれは変えないんですかね。はい。うん。居眠りしてしまったと。もうそれだけ聞くとですね、悪いのはやっぱその運転していた人で。そういうことでしょう。対向して走ってきた人、普通に走ってたのに、いきなり出てきてぶつかられちゃったってことですよね。そういうことです。ほんで、はみ出した方の車に乗っていた人が死んだんです。助手席の人がね。はい、まあ、助手席に乗っていた人は、本当にその人もかわいそうで、乗ってただけで運転も何もしてないので、うん、被害者、もう、まるっきり被害者ではあるんですけど。はいはい、うん。判決では仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなど、でき、前方不注意の過失がなかったか、なかったは、はい、とは言えないと、うん。なかったは言えない。あったいうことですね。まあ、要するに、危機回避する注意が起こって、うん、注意を怠っていたということですね、うん。過失が全くないとの証明ができないということで、うん。ということはこれからドライブレコーダーをつけないといけないということでしょうか。まあ、つけてても、そこは証明され、やっぱり、注意を怠ってたところは変わらないかもしれないですね。うん、クラクションを鳴らせれば、これ、まあ、見て、これはどうしても鳴らせなかっただろうっていう証明にまでなれば違うのかな、どうなんでしょう。しかし、あまりにもらい事故を受けた方が気の毒です。こういう事例こそ裁判員制度で裁いた方がいいのではないでしょうかね。はい、ネットでもこの判決に批判的な意見が多いです。バーディーさんからもいただいておりますけれども、賠償責任を負うとの判決に腹が立ちました。もらい事故のね、うん。通常だと加害者が被害者側に賠償を請求したことになりますので、これは暴力団が因縁をつけて金を脅し取る構図と全く同じではないでしょうか。これまあただもうちょっと詳しく言っておくと、うん、その運転していた人がその車の持ち主じゃなかった家族以外の人間だったってことで、その任意保険が払えなかった。だからその、まあ、一番悪いのはその運転していた人なんで、そちら側から本当は賠償責任取ればいいんだけれども、うん、それが取れなかったってことで、これ困ったなと。うん、まあ、そりゃそうですよ。助手席の人は本当に何の罪もないわけですから。うん、ってことで、相手側にも責任があるんじゃないかって起こした裁判だということ。うん、で、それでもって、まあ、4000万円かな。対向車側に4000万円の損害賠償を命じたということらしいんですね。宇田川式はバスセオさんから、事故の写真を見ても、ちょっとセンターラインをはみ出したレベルじゃなくて、完全に対向車で、正面衝突しているのに、対向車側に過失がないともあるとも認められないとなるんですかね。これからはこの方もドライブレコーダーは必須ですね。隕石を撮影もできるかもわかりませんし、いろんな、この頃ドライブレコーダーの映像を使ってテレビでもよくやってますね。ありますね、はい。事故だけじゃない、いろんな映像なんかもあったりなんかするみたいですけど。やっぱ時代が変わった、未知との遭遇っていうのがあってね、あの時なんかも円盤があるのかないのかって言って、いくらでもね、円盤写真あるやないかって言うけど、あんなものは本当かどうか分かりませんって。なかなか本当のことが、分からへんって言うんですけども、はい、あの時に政府は、だからそれは全部嘘ですと。うん。だから写真がないからといって、嘘と言えないじゃないかと記者団は政府に詰め寄るシーンがあるんですよ。はい、私は長年新聞記者をしているが、車同士正面衝突をした写真は一度も撮ったことがない。うん、
その写真がないからといって交通事故はないと言えるのかというような論理で展開していったんですけども、当時はそうやったんでしょうけれども、ね、今車同士やらね、列車の衝突やら、さあその時は列車やったかな、列車が正面衝突するような写真はない。今も全部監視カメラとかいろんなので列車が衝突するようなシーンもいくらでもありますよね。あの頃のああいう表現から時代はちょっと変わったなと思いましたですかね。今回でもそのもらい事故でもこれだけのあの支払いっていう可能性があるってことだとすると、うん、いろんな任意保険の入り方、だからそのね、あの加害者側もその家族以外だったらうんぬんみたいのもあるみたいだから、そういうパターンが多いんだったらどういう入り方をするかとか、うん、それからもらい事故ってことを考えたら、じゃあどういう保険に入ったらいいのかってこともちょっと考えないといけないのかなという事件ではありますよ、ね、事故ではありますよね。ねえ、うん、いろいろちょっと複雑な気持ちで僕も見ておりましたけども、これもというのはまず第一印象ですけれども、うん、じゃあこの救済するにはどうしたらいいんだろう、死んだ人がね、うん、死んでしまった人、死んでしまった人にとってみれば、うん、遺族にとってみれば、うん、あのその責任とか賠償とかはじゃあどこから、うん、取ればいいのっていうのはもちろんありますんでね。本当運転手でしょうけどもね、うんうん、だけど運転手が責任で保険からは出ない、本人がそのもう何千万円も自腹では払えないってことになると、うん、ないもんって言われちゃったら困りますもんね。うん、も求めるとこはこっちの方にして求めて、うん、あの死んだ方の救済とかなんかなるんだという。ちょっとね、なんかこう腑に落ちない感じはしますけど。ニュースなんか見ますと、やっぱりなんとかなる場合が大変多いので諦めずに検討してほしいという、まあ、保険に関してね、担当の弁護士の人のご意見らしいですけども、うん、あの保険にしっかり入っておけばこういう場合でも保険からということにはなりますので、はい、そういったことも考えないといけないと。ね、まあなかなかね、うん、沖縄の問題もこの問題もいろいろスパッというようなものはなかなかないですよね、うん、はい。